今日の朝ごはんというか朝おやつなんですけども、私の大好きなねモーシリーズの中でイチゴが出てましたんで買ってみました。ただ残念ながらですね、モーシリーズの特徴ってのはここアイスミルクって書いてるでしょ。本来これアイスクリームなんですよ。アイスっていうのは4種類あって、アイスクリームとアイスミルクとそれからラクトアイス、最後には氷菓子っていうね、その4つの分類があったと覚えてるんですけども、このアイスクリームだけがアイスクリームなんですよね。でこのアイスクリームっていうジャンルっていうのは非常に少なくって、大半がですねラクトアイスなんですよ。このアイスクリームでも何でもないラクトアイスっていうのが多くの方が食べているもので、非常にねちょっと健康上よろしくないという説もあるんですけども、私はどちらかというとこのモーってアイスクリームがそれより何よりも滑らかでね味が大好きなんで食べてるんですね。でその中でもバニラがとっても大好きなんですけども、今回ね完熟いちごということで練乳がけのこのなんとも甘ったるいやつをね買ってみたんですけども、最近モーシリーズもねいろんな種類が出てきて非常に楽しみなんですけども、やっぱりねアイスクリームである本来のバニラが一番いいかなと思います。もう一回言いますけども、このアイスっていうのには4つの分類がありまして、本来のアイスクリームはアイスクリームっていう分類なんですよ。次がアイスミルクっていう、これですよね、2軍みたいな扱いです。で3軍のラクトアイスっていうのが最も多く普及していて、これはまあ砂糖菓子というか、なんというかどういう分類なのかねよくわかりませんけども、本来アイスクリームというものではないらしいですね。で氷菓子っていうねかき氷みたいなやつですけども、これはかき氷は結構ダイエット効果があるっていうね風に私聞いてるんで、たまに食べるんですけどもね。まあこれラクトアイス、いちご、ラクトアイスじゃない、これアイスミルクいただいてみようかと思います。いただきます。ものすごいいちごの味しますね、ただいちご果肉が入ってるのかどうかちょっと謎ですね、いろんなものを入れて、あ、いちご果汁入ってる、いちごの味のような、いちごでも何でもないものを混ぜ合わせたものとかが大体出てたり入ったりするんですけども、これはいちご果肉入ってるみたいですね、あ、これは好きな味だな、なかなか、これならいいかも。でもやっぱりアイスミルクなんでね、私の場合はアイスクリームが食べたいんで、やっぱりモーのバニラ一点張りになると思います。とりあえず今回はお試しで買ってみました。これはこれでいいかも。ちょっと今日はねゴミ捨てに行きます。プラスチックの日なんで、ペットボトル出してきます。広島雨です。